ヒルティ&帽子のゆです。ジンです。さて今回の企画は、あ、今日はですね、僕らのね代表的な技をちょっとレクチャーしたいなと思います。おお、なるほど。その名もヒルティジャンプ。イエー、はい、なるほど。これ僕らがね日本一になった時に有名になったやつで、はい、結構いろんな人真似してくれたりするから知ってますね、まあ、これはもうちゃんと教えてね。お、まあ、日常生活にもすごい役立つ、よく使う場面があると思うんで、覚えてもらえたら。日常生活、はい、日常生活はさすがにないですね。ジャンプですよね。これあります？あります。ありますか？やりますか？あ、はい。じゃあ、一般の例えば、クーラーのリモコンなくしたいでやって。クーラーのリモコン、はい、はい。え？ですか？あれ？どうしたどうした？クーラーつけたいんやけど、リモコンだよ。まだかいな。よかも、任せて任せて。え？ピン！あったー！あったー。高いとこでも、高いとこでもピッていけるから。あ、もうこの指先で。そう、あ、これは便利よ。覚えてください、今日は。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、はい、それでは教えていきます。まずはね、手の形からいきます。手はこう、だいたい横ですね。自分の横にこうポイントしてもらって、手をさしてもらって、で、こっちの手はこう添えます。これをなるべくキープできるように。で、その次が上半身のポイント。はい、上半身はこう胸を出すのと腰をこうちょっと後ろにやるので、ちょっとこう胸が出る感じなんですね。この時にあんまりこうだったりせずに、このまま出す、で、下げる、出す、下げる、出した時に腰がこうグッと入ってる感じですね、これ。で、続いて足のポイントにいきます。はい、足はね、空中でですね、こう腰を出した時と一緒にこう、ここのラインが結構大事で、これがこうなったりとかじゃなくて、結構こう反る感じですね、このラインが大事で、こっちはこういう感じですね。それを空中でこういう、ちょっとこう、はいはいはい、こうやると巾着になっちゃうんで、ここはこうしっかりこう、ここが大事ですね、このね、この曲線というか、なんか空中でこういう感じかな、これね、こういう感じですね、はい、で、タイミングがアップ、ダウンで、次のアップの時にアップ、はい、で、うまくやるコツが、空中でなるべくこうね、静止する、グッとこう静止するタイミングをしっかり作ってあげる。なんか良くない例がドーンってなんかスーって向いちゃうんだね、はい、空中でクッとしっかり止めたい。はい、じゃあちょっとカウントでやっていきます。せーの、ワン、スー、スー、ホ、ワン、スー、ラスト、ハッ、セイ、エイ。Come on, let's get it girl, get it girl, get it world, get it world, yeah. Everybody, everybody, get together, step out to the world. Everybody. はい、どうだったでしょうか。意外とね、簡単なように見えてね、結構こだわってポイント何個かあって、しっかり練習してくれたら、でも写真とか撮るときもパシッて決まるとすごいいいと思うんで、そうやね、はい、しっかり練習してください。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑ない？確かに。ちょっと温度下げて。ちょっと待って、リモコンないんだ。またかね、リモコン。もう